はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回こちら新型ベゼルプレイ、とうとう納車となって、早速街乗りのインプレッションの方をお届けしたいと思います。今回は新型ベゼルプレイで街中走行した時のインプレッションをお届けしたいと思います。最後まで見ていただくと新型ベゼルプレイの街中走行の感覚がわかる動画となっております。乗車している感覚でご覧ください。いやいや、めっちゃ軽快。いつもご視聴いただきありがとうございます。視聴者の購入動機を後押しする動画を作成している車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。このチャンネルでは気になる車を約3ヶ月間所有し、買って乗って売るまでをコンテンツにしております。パンフレットや雑誌に載っていない、体験しないとわからないことをお伝えしております。購入して生活で使うからわかることをお伝えしております。これから新車購入の参考にチャンネル登録よろしくお願いします。通知ボタンを押してもらうと最新の動画も見逃しません。気になることやオーナーさんからのご意見もお待ちしております。今回紹介する車は新型ベゼルプレイとなります。購入した店舗はホンダカーズ兵庫神戸永田店さんとなります。いろいろ相談に乗っていただきました。ありがとうございます。店舗のリンクを貼っておきます。新型ベゼルでの街中での使い勝手はどうなんでしょうか。では街中走行インプレッションの動画です。コースとしましてはいつも、走行させていただいているコースとなります。こちら、神戸の突堤付近からスタートしまして、ハーバーランドの方に向かう道、途中ポートタワー周辺まで行き、でそこからハーバーウェイに乗ってポートアイランドを外周走って、同じところに戻ってくるコースとなります。で昨日、納車あって、夜間の納車となり、その時の動画っていうのを改めて、見ていただけたらなと思うんですけども、かなり、こちらのプレイ納車まで、契約から結構かかっちゃいました。こちら現在、9月時点で発注した場合、約1年ほどの納期がかかるというふうにも伺っております。かなり人気車種ということと、あとは半導体の関係ですね。車業界も納車するまでに時間がかかることで大変なことになっているのかなと推測されます。今居留地の南側の方まで来ましたね。海岸通りの方です。この辺辺りはもう前半は基本街中ということでストップアンドゴーが多い場所となります。でこの信号過ぎたら、S 字カーブが、あるところで、日常時速だいたい30キロから50キロの間で、走った時の感想が主な内容となっております。走行モードについては今はエコを中心に、触っていきます。ここ今さ、S 字クランクの場所です。今だいたい時速30キロで入っていきました。結構しなやかになせるような形になっております。サスペンションの方もまだ納車されたばかりということもあって、少しまだ馴染みがないかなというふうな感じですけども、もう十分ないなし方かなと思います。では左折してポートタワーの方に向かっていきましょう。今だいたい40キロ付近を出しながら運転しております。今ブレーキをちょっと踏んでみました。止まり方もね、これ一応ディスクブレーキっていうことで、しっかり踏み応えのある、ブレーキのタッチとなっております。で、走り出しがすごい滑らかなんですよね。各メーカーいろいろハイブリッドの、動き方っていうのはあるとは思うんですけども、ベゼルの場合はかなりこの滑らか発進がすごく、感じれます。で今このまんま、スタートして、流していきます。
でね、やっぱ今日天気がいいんで、こちら画面でも見えてるとは思うんですけども、このルーフめちゃくちゃ気持ちがいい。んで UV の加工もしてるので、かなり暑さもそんなに感じないですね。あ、今エンジンがちょっとかかってきましたね。動力の方も頻繁とまでは言わないですけども、エンジンの介入とモーター走行での EV の走り方っていうのを、まあ、時々で、使い分けていくような感じで走っているような感覚です。で、実際運転していて、まあ、やっぱりハイブリッドっていうこともあって、音の方はかなり静かな方かなというふうに思います。ドアもね、結構ね、しっかりした意外と重厚感のあるドアの重さでありました。左折して、こちらはモザイク。立ち上がり時の踏み込みがちょっと強い場合はエンジンの介入が、結構あるようです。ちゅうかミラー見やすいな。ミラーの形がね、結構見やすくなってます。あのね、ミラーの位置も僕の座高位置と相まってかわかんないですけども、すごくいい位置にあるような気がします。で、三角窓はないんですけども、ドアの付け根から出てるタイプのサイドミラーです。で、三角窓と同等ぐらいのここ開き方してるんで、この間からの見やすさも十分あるかなと思います。いや、ようできてるって今ちょっと感心したところです。はい、まあ今ストップ&ゴーが多かった場所を走ってきておりましたが、すごく運転のしにくさというのはもうほぼ今までの車の中でも、まあ全然しやすいです。見やすいし、ちょっと思ったのが、まずわかるのが、前の見切りがすごいしっかり、なんていうんですか、水平基調というか、まあちょっとオーバルになってるんですけども、あのシンプルな前の作りになってるんで、でなおかつ黒で締められたあのサイドボードになってるので、フロントガラスに対して反射がすごく、少ないなというふうにも思いました。それは僕の中では結構いいなと思います。内装とかについては改めて、内外装の動画作成する予定でいてますので、また、チャンネル登録して、待っていただければその辺の動画も見れると思います。はい、早速右折してハーバーウェイに乗っていきましょう。せっかくなので走行モード少し変えていきます。ここは60キロ出せるところなので、今、スポーツにしております。うわ、トルクめっちゃ上がってた。いやいや、気ぶっちゃ警戒。確か車重もかなりこちら、軽かったはずやけど、プレイに関しては少し重めとなっております。どうしてもトップがこのようなガラスルーフのものは重くはなりがちなんですが、しかしやはりモーターがゼロ発進から最大トルクが、発生するということもあって、253だったかな、ニュートン。かなり坂道が余裕です。しかも今スポーツモードっていうこともあって、ぐい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 走っております。で、こちらホンダの EHEV ということで、歩いての速度になった時点でエンジンと、モーターの動力が、一緒に、発動するということです。先ほどの街乗りでの走行では基本的には発電としてエンジンは動くんですが、高速だったり速度の出る場所ではエンジンとモーターの動力が同時になっております。で、今回から2モーターということで発電用と動力用として使い分けて使えるようになっているようです。
バッテリー周りとか、その辺の機構周りも、レイアウトが一新されて、少し今回からフロントヘビーな形で、確か前の方の重さが800キロちょっとかな、なってるような感じです。なので、フロントが少し重めな、レイアウトとなっております。まあ、そのおかげかどうか、ちょっとわからないですけども、18インチのホイールを履いてる、今車で、継ぎ目が多い場所を今走行しております。一発目に受ける、衝撃に関しては、音は車内に入ってくるんですが、十分もういなしてるような感じがします。で、後輪の方に当たった時の段差については、少し跳ねるような印象もありました。いやー、スポーツ。面白い。で、あとスポーツモードのいいところというか機能としてあるのがこちら、パドルシフトがついているものになっております。で、パドルシフトが任意で回生のブレーキをかけていくような感じで操作ができます。マニュアル操作のようなシフトアップしていくような感じで回転数を引っ張りながらっていうよりは減速時にエンジンブレーキの強度を上げるような感じで使っていくのが、まあ、妥当かなというふうに思いました。はい、今、ポートアイランドに来ております。ここからは、郊外コースとして、日常の使う道の中でも、それなりに流しながら走れる場所かなと思うので、このコースを走らせていただきます。だいたい片側4車線ある道です。なんか、いつも走ってる時より、なんかね、時間が短く感じるん。なんやろ。ウキウキするような車やなと思いました。やっぱりこういう大きなサンルーフがあったりとか、まああとは SUV 型の車ということもあって、まあ休みに何しようかなって思う時に一緒に、乗って何ができるかなって考えれる、ワクワク感はこの車にはあるかなと思います。まあ、軽く今流していきながら、走っております。今スポーツモードからちょっとノーマルに変えておきましょう。あ、ノーマルになるとすごくちょっとコンフォートな感じになっております。あ、これやったらめっちゃ調整しやすいな、アクセル。ハイブリッドなんで、メーター、タコメーターの方がね、パワーメーターっていう表記になってくるんですよ。で、そうなってきたら、どう回ってるかがちょっとわかんないんですよ。多分モーターとエンジンの割合とかその辺が合算とかでなってくるから表記しづらいんやろうなとは思うんですけど、でもハイブリッドのそういうやつやったら今モーターのメーターとしてはこうでエンジンのメーターとしては今こうだよみたいな3つぐらいメーターあってもいいんじゃねって今ちょっと勝手に思いました。今低速発進時はもう基本モーターで走っております。で、この辺、少し、緩いカーブが続く場所で、路面が荒れているところでございます。18インチのタイヤ履いてても、突き上げに関しては、全然、さっきも継ぎ目のあるところを走ってましたけども、ホンダの車って基本、ね、やっぱり固めのセッティングがあるなっていう風な印象をずっと持ってて、で今回 SUV っていう形の、ホンダさんの車どんどん初めてなんですけど、いや、乗り心地もすごい。後席はどうなんやろうな。さっきちょっとカメラセッティングしたりとかするときに後席自分のシートポジションで確認したんですけど、後席結構広いです。膝前空間がすごくゆとりがあって、思った以上に広いなというふうな印象もあります。で、大きさ自体は先代とほぼ変わらない形まで持っていってるのに、この広さってすごいな。やっぱ車内のレイアウト見直した結果、その広さまで持っていけてるっていうのは、いやー、やっぱホンダさんの、その辺の、なんていうんですかね、ユーティリティについての、使い勝手は、ほんまホンダさんはすごい。ノーマルでもやっぱレスポンスがいいな。追い足しで今アクセル踏んだとしてもちゃんと追っついてくれる。
ノーマルでも回生ブレーキのシフトダウンは、使うことができます。一応5段階かな、4段階って言えばいいか。で、今ちょっとブレーキホールド、つけております。さっきでもね、ちょっと思ったのが、車を駐車場に入庫するときなんですけども、ブレーキホールド入ってると、あのクリープで車が前行ったりバックしたりっていうのが、できないんで、結構それが、なんていうんですかね、ブレーキホールドがついてると少しめんどくさいなというふうに思いました。まあでもそれ以外ね、日常で走るときにはこのブレーキホールドかなり便利な機能となっております。今表示をパワーフローにしながら、見てるんですけども、ちょっと表示の仕方、いろんな種類あるんで、いろんな機能見れるんですけれども、僕自体この本田さんの今のディスプレイのデザイン、フォント周りとかがスッキリしてて、すごく見やすいデザインやなぁと思って好感を持ってるんですが、ちょっと気になったのが、なんか一緒に表示してほしいものがバラバラに表記してるって感じかな。で、こちらのナビに入ってる、一応アプリっていうことで言われてるんですけども、それに、類似する形の機能のものをこのセンターディスプレイ上で触ることもできるようですね。まあいろんな機能がほんま最近の車ついてるんで、こと細かく調べていくといろんなことがわかりそうですね。まだこういう情報についても改めて動画にしていくつもりではいますので、楽しみにお待ちください。まあベゼル今ね、実際に待たれてる方どれぐらい今おられるんかなと、もしよかったら今ベゼル、あのプレイやったり Z だったりその他グレードもろもろあると思うんですけども、お待ちしてる方いましたらコメント欄でどれぐらい今待ってるのかなという情報いただけたら幸いです。あと最近納車されましたっていう方おりましたら、オーナーさんになられて方ほんまおめでとうございます。その方々のコメントも僕らはお待ちしておりますので、情報交換としていってください。そしてこれから検討されている方についても、疑問に思うことなどのコメントをいただけると幸いです。いやでも今街乗りこうやって走行していて思ったのはすごい乗りやすいでね、あと視線がやっぱ SUV っていうこともあって結構高めには感じますね。で見やすいです。で見切りが悪いかっていうと、左側のボンネットで右側のボンネットのやっぱこう山になってるところのあたりがすごくついてるので、視野は、すごくいいです。僕はもうとりあえず今回気づいてよかったのは、このサイドミラーの高さがちょうどいい。低くもなく高くもなく、目をやった先にはサイドミラーがスッと入ってくる。だから後ろの確認がすごく容易にできるのは、今日乗って思った街乗りでの、気づきとして良かったことなんではないでしょうか。はい、このような感じで車についていろいろ調べているチャンネルです。この他にもいろんな、車 S660 だったり、ヤリスクロスも紹介させていただいたり、もう実際に購入したから分かることを中心にしてお伝えしております。その他にもディーラーさんの協力のもと試乗車、乗らせていただいてお伝えすることもあったりします。あとは最新の、車の、情報などもお伝えできるような形で、やっています。最近では少しショートの方の動画もチャレンジしていますので、もしよかったら見かけたらいいねを押してもらうと嬉しいです。またこれから、このような形の動画どんどん上げていきます。新型ベゼルプレイシリーズ、これからも楽しみにお待ちください。では以上となります。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。
ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。